今月の広報松坂見どころをチェック。皆さんこんにちは、秘書広報課の川口です。広報松坂12月号が発行されました。今回はこちらの表紙が無印です。それでは内容を見ていきましょう。まずは目次横の令和3年松坂市新成人の集いです。来年の1月10日日曜日に新成人の集いを開催します。今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため3会場に分散して行います。詳しくは2ページをご覧ください。マスクを着用していない場合は会場に入れませんので、ご来場の際はお気をつけください。続いては特集の紹介です。今月の特集は2020年の松坂市の出来事です。今年は新型コロナウイルスの影響でいつもとは違った1年になりました。2月頃から急激に感染が拡大し、三大祭りをはじめとした様々なイベントが中止となりました。中でも今年初開催を予定していた三重松坂マラソンは、多くの市民の皆さんに楽しみにしていただいていましたが、1年間延期となりました。また小中学校は約2ヶ月間休業となり、修学旅行の行き先が変更になるなど、子どもたちにも大きな影響を与えました。しかし暗いニュースが多かったこの1年ですが、明るいニュースもありました。特に土性選手の東京オリンピック出場内定は今年一番の明るい話題だったのではないでしょうか。来年開催される予定の東京オリンピックでは2大会連続の金メダルに期待です。コロナウイルスの感染がまだまだ落ち着く兆しを見せていません。これからますます寒い季節となってくるので、インフルエンザを含めて皆さんしっかりと感染対策をお願いします。来年は少しでも明るい話題の多い1年になってほしいですね。今月のピックアップ、ここからは今月のピックアップ記事です。今回は3ページから5ページのこちら、年末年始の業務のお知らせです。まず3ページは年末年始のゴミの持ち込みやゴミの収集日をまとめました。大掃除のタイミングなどはぜひこのページを参考にしてくださいね。次に4ページ5ページでは年末年始の主な施設の業務日や応急診療、コミュニティバスの運行情報などを掲載しています。市役所の窓口は12月29日火曜日から1月3日日曜日までお休みですので、ご注意ください。年明けの情報もありますので、大掃除のタイミングで広報松坂12月号は捨てずに残しておいてくださいね。今回の放送では紹介しきれなかった記事がまだまだいっぱいあります。皆さんぜひ広報松坂12月号をチェックしてくださいね。それではさようなら。